松姫峠から見る、富士山、松姫トンネル、大月川高校2014年11月23日撮影。松姫峠は、山梨県北鶴郡小菅村と山梨県大月市の間にある峠である。標高は1250メートル。名称の由来は、戦国時代に武田信玄の娘である松姫が、織田信長の軍勢から逃れるためにこの峠を越えたと。 されることによる。現在は国道139号がこの峠を通っている。急瞬な地形のため、狭硬な一車線区間が多く、ヘアピンカーブが連続する道だが、2014年にこの峠を貫く松姫トンネルが完成し、同トンネルを含めた松姫バイパスが同年11月17日に供用開始された。なお、当初は二千十二年度の完成予定であったが、 工事の遅れにより、約2年遅れの供用開始となった。また、バイパス完成に伴い大月側のバイパス分岐点から松姫峠間で、乗り面工事が2015年3月14日より、同年9月30日まで行われていたため、通行止めであった。工事完了後から、しばらくの間は、全線の通行ができていたが、後に、通行の危険があるため通行止めとなっており、 再開通時期は不明となっている。このため、車両でのアプローチは、小菅川からのみとなっている。ありがとうございます。